5月3日何の日か憲法記念日ですね。はい、憲法記念日だけど、まあ憲法の話でもね、疲れちゃいますから。まあ今日はね、リカちゃんの誕生日があるんですよ。はいはい。あと、ゴールデンウィークまず続きますから、何でも鑑定の今日これも。リカちゃんと。リカちゃんと何でも鑑定の。はい。どうなのかな。はい。いやもうほんと、ずっと家で眠ってるリカちゃん人形を、なんかもう本当に最初リカちゃん人形とかだったんで、まあ、正直そのどういう結果出るか分かんないですけど、まあ、なんかすごいなんかずっと前のおじいちゃんおばあちゃんから引き継いでもらったものなんで、なんかいい結果出るといいですね。家に眠っていたリカちゃん人形、依頼人の言う通り本物であったのならとてつもない価値になりそうだが、これが本物です。当時のリカちゃんの可愛さがそのまま残ってますね。僕もこんな綺麗な状態で残ってるのを初めて見ました。いや、これは大切にした方がいいですよ。このまま大事にしてください。これは本物です。いや、大切にします。カホにさせていただきます。